それでは、第7回目の授業の補足をしていきます。第7回目の授業で、この理説計画という話をしておりました。それでですね、この理説計画っていうのは、ま、そのタワーを表すことだったというふうに言ってたんですけども、まあ、そこでこのような、左のような、あれですね、えっと、整数計画モデル。 を作ったということになっています。で、えっ、ー、と、それを線形計画緩和しましょうとして、右のものができます。まあ、どこをどうしてるかというと、この yi が0と1しか取らないというところが0以上1以下になっているということですね。で、えっ、ー、と、左側の整数計画問題の許容領域、つまり、ここの制約を満たす、えっ、ー、と、点全体の集合を sp としましょうと。で、右側の方も同じように、この許容領域を sr としましょうと。で、この時に、えっ、ー、とですね、 この sp の突法が sr に一致するということが成り立つんだっていうことをあの授業の時に言いました。はい。で、えっ、ー、と、これ証明していくというのがこの補足の内容になります。で、それでですね、まずあの、言っとく、言っておくべきことはいかというと、この sr はこの sp よりも大きな集合なわけですね。大きいっていうのは sp は sr の部分集合ですね。で、その突性から、えっと、 この突法ですね。sp の突法が、えっと、sr に含まれて、ただ、こっち側は、あの、えっと、すぐにわかるわけです。この、えっと、突法の定義から。でそれでですね、えっと、何がお示ししたいかというと、つまり、えっと、ええっと、だからこれは正しいと。すぐわかる。ので、えっと、証明したいことはないかというと、この逆向きの方眼関係ですね。だから、示すことは、 何かというと、えっ、ー、と、この SP の突法に SR が含まれるということですね。だからこの SR っていう方、こっちがですね。右側の方から一つ点を取ってきて、それがの SP の点の突結合でかけるってことを言えばよいということです。はい。で、それをやるということになります。で、まあ、もう一度その突法の定義。 を、この、おさらいしておくと、この、ま、点がいくつかあったら、その突法っていうのは、それらの突結合全体からなる集合ですと。で、突結合っていうのは、この、えっと、線形結合なんですけども、この係数が全部0以上であり、足したら1になると。いうことですね。はい。ただ、ちょっと、あの、細かいことをちょっと、あの、補足しておくと、こちら側ですね。この、あの、sp の方ですね。sp っていうのはこれ、あのこういう、有限点集合ではないですね。ということなので、えっと、ちょっと、あの、 ここで書いてあるこの突法の定義、そのまま当てはまらないんですけども、まあ、その、あれですね、あの無限個点があったら、えっと、そこからですね、有限個点を取ってきて、できる、えっと、突結合を全部考えるっていうふうに思ってください。はい。ということで、まあ、この突結合とか突法っていうのはそのように定義するというふうに思います。ちょっとこれは今、あの、あの、細かい、えっと、補足になります。でそれで、じゃ証明していきますね。で、今言ったように、 ここら辺は補足なので、あ、そう、えっと、補足というか、えっと、くし飛ばしまして、じゃあ、えっと、えっと、証明するんですけども、えっと、証明の中で先ほど言った通り、この SR の任意の点が SP の点の突結合であることを言えば、突結合として書けるってことを言えばいいと。だから、まずこの SR の点1個いい取っていきます。こんな感じですね。SR っていうのは何かっていうと、この今、下に書いてある、えっと、線形計画緩和の、えっと、共用領域です。だから、今この、 問題のですね、変数は x っていうベクトルと y っていうベクトルですね。ここにある y っていうですね、ベクトルと z1 から zk っていうベクトルっていう、こういう、ま、たくさん、えっと、成分を持つような、えっと、点になってます。x は n 次元ベクトル、y は k 次元ベクトル、z1 から zk はそれぞれ n 次元ベクトル。こういう形になってるわけです。だからこれ全体としては、えっと、n プラス k プラス nk 次元のベクトルになっているというふうに、ま、思ってるわけです。 で、それで1個取ってきますと。ですね。で、それらは全部ここに書いてある、えっ、ー、と、式を満たしているということになります。で、ここからですね、何をするかっていうと、えっ、ー、と、この sr を使ってですね、sp の点っていうのをいくつか作ります。はい。で、どう作るのかっていうと、えっ、ー、とですね、今、この y っていうベクトルがあるんですけども、この y っていうベクトルは今、これ0以上1以下です、全部。 だから、あの、成分がどれも0以上1以下です。で、その yi、その成分、yi を見て、0じゃないところは書きましょうとで。0じゃないところ、ロじゃないような、yi が0じゃないような i に対して、このような、ベクトルというか、点を作ります。これはですね、ここからですね、こういうその新しい点、この x i y i とか、こういうのを、ね、作ります。で、この、えっ、ー、と、各 i に対して、この yi が0じゃない、各 i に対して、この、えーと、点を作るという形になります。で、どう作るかっていうと、 ここはちょっと二号的かもしれませんけども、まずですね、この z のところを見ましょう。z のところを見ると、この、えっと、この z1 から zk まであるんですけども、この zi に対応するところだけ、元の zi ですね、ここありますね。元の zi を y1、yi 分の1かけたものっていうのを、ここに持ってきます。はい。で、他のところはこれ全部0です。この zi、z1 から zk については、この zi に対応するところ以外は全部0になります。0ベクトルです。 しますはい。で、xi のところここですね。xi のところはこの zi のところと同じものを持ってきます。ですね。これ両方ともこれ n 次元ベクトルですから、場、ま、所、あ、でできますね。大丈夫ですね。いきます。こういうものを持ってきます。はい。で、残ってのはこれ yi のところですけど、y のところですけど、y はこれ ei とします。ei っていうのは何だかっていうと、これは、えー、っと、大 i 成分。ですね大 i 成分が1で、他、 の成分は全部0というような、えっと、ベクトルです。標準規定ってんですかね。えっと、そういうようなベクトルです。だから、えっと、そうですね。だから何を言ってるかっていうと、この yi っていうのは、これは KGM ベクトルなんですけども、大 i 番目のとこだけが1で、ここが0と。こういうベクトルです。でもそのようにして、この各 i に対してこういう点を作ります。 で、えっ、ー、と、何をするかっていうと、ちょっとじゃこれ名前付きましょうかね。ちょっと名前をながなかったのがいけないですけども、じゃこれ自身をちょっとどうしようかな。えっ、ー、と、だってこれちょっと P、P にしますね。すいません、ね。で、これはですね、えっと PI にしましょう。こうしましょう。で、何が言えるかと,と、実は今から示すのは何かっていうと、えっ、ー、と、今から示すこと。何かっていうと、P っていうのが、この、 えっと、yipi の、えっと、和ですという。i が1から k まで。こんな形ですね。で、ただし、えっと、この yi っていうのは、えっと、ゼロかもしれないわけですね。で、で、ゼロの場合は、まあ、えっと、この pi っていうのは、これ、定義されてないんですけども、まあ、その時は、まあ、この、えっと、えっと、えっと、pi 定義されてないんだけども、yipi っていうのが、まあ、ロであるというふうに見出してください。はい。で、ある。 だからまあ実際はこの i が1から k まで和を取るんだけども、この yi が0じゃないところで和を取ると思ってください。で、そうすると、この yi っていうのはどれもこれ0以上なわけですで。0以上でなおかつ足したら1なので、これは、えっと、I p i p1...bk の突結合なわけです。で、また、 で、いいですかで、もう一個重要なのは何かっていうと、この p 一から PK っていう、ここで作ってるものは、これは全部、えっと、SP、SP の、えっと、要素です。だから、えっと、元々の整数計画問題の、えっと、許容解になってる。で、なんでかっていうと、それはですね、えっと、この、えっと、元々の問題は何だったかっていうと、ここに書いてあるですね、問題の、この Y の部分がですね、えっと、ゼロ以上一以下じゃなくて、ゼロか一か。 という形でしか、えっと、という形の制約になっていたものだったということです。でそうすると、今、ここに新しく作ったですね、この PI っていうものが、ここに書かれている制約と、えっと、YI が0か1であるという制約を満たすかどうか考えるんですけども、まず Y のところを見ると、まあ、ここですね。ここ見ると、ここで、ここが変わるんですか変わって0か1かっていうことになるんですけども、今ですね、YI は標準規定ベクトル、各成分が0か1っていうベクトルになっているので、この緩和する前のですね、YI が0か1のどちらかではないっていう制約を満たします。 出します。出します。C, EI って形なので、これ、えっと、成分足すとか全部、えっと、1が1箇所しかなくて他全部0ですので、足すと1ってこの制約を満たしてます。いいですかはい。で、それでですね、あと他の制約に満たしてるのがどかってことなんですけども、これはですね、一つずつ確認する必要があります。これ、次のページにあったかなあただね。 あ、書いてないですね。だからこれ SP の要素だってこうさ言ってないんで、だからこれはですね、ちゃんと確認する必要があります。で、今からじゃあ確認していくんですけども、じゃあ、えっ、ー、と、一つずつ順番にやっていくとですね、今、ここにありますね。えっ、ー、と、上、AIZIBIYI っていうのがあるんですけども、だからこれはですね、この、えっ、ー、と、今作った、この PI っていうのに即して書くと、何が成り立っていってほしいかというと、えっ、ー、と、えっ、ー、と、AJZ、えー、A J Z と j, i っていうのがえっと b, j, y, j ですね。こういうふうになっていてほしいということになります。ちょっと今、あの、そういう字を、そういう字を今、こ、こ,この i とですね、ここの i がちょっと、えっと、同じだとまずいので、ここをちょっと j にしましたね。なんか、そもそもここの i が j にしときはかったなと思ったんですけども、もじゃでこ,ううことですね。で、これが成り立つかどうかってことちょっとこれ考えると。で、そうするとですね、今ですね、えっと、えっと、えっと、i が、 えっと、えっと、またかさ、えっと、i、絶対たまって、i と j が異なるとき。このときには、えっと、zji っていうのは、これは、えっと、0なわけです。ロですし、えっと、yj も、これも、あ、わかんない。これは、y、yji ですね、先生。これも0なわけです。ですね、よって、えっと、この、左辺の、左辺の、 z, j, i. これは、あ、これで0ベクトル。これは、えっと、ゼロベクトルになりますし、えっと、b, 右辺の b, j, y, j, i. ってこれも0ベクトルになって、えっと、ここに書いてある、えっと、不等式は統合で成り立つとことになって、これよろしいということになります。いいですかで、これはその i と j が異なる場合なんですけども、じ次に i と j が同じときやりましょうと。しますね。i と j が同じとき。 で、この時には、えっ、ー、と、z, j, i っていうのは、これはここにありますね、えっと。y, i 分の1かける z, i ですね。で、えっと、y, j, i っていうのは、この時1になるということです。あ、ここ、ここからですね。ってことなので、えっと、何が入れるかっていうと、左辺の aj, z, j, i っていうのを書くと、これはですね、今ここに書いた 式から、えー、っと、これはイコール、aj、えっと、かける、yi 分の1かける zi になると。で、もともと、この z とかで、こっち側ですね、こっち側って sr 要素でしたから、この、えー、っと、式満たしているわけです。この式満たしているので、これは、えー、っと、えー、っと、えー、yi を前に出すと、えー、っと、a、すいません、この今、j と i 等しいので、すいませんね。この j は i だと思って書くことにします。 これこ、i, i, i ですね。ここは、えっと ai かける zi なんですけども、ai, zi これ満たしてますから、えっと、上から、あ、しません。ここ今、イコールです。すみません。イコールで、で、えっと、yi 分の1かける、えっと、bi かける yi という形で、えっと、かけると。で、これ、えっと、整理する。これ bi になりますね。というですね。で、今、えっと、えっと yi あ、しません。ちょっと待ってくださいね。えっと、今は、えっと、 いいかで、えっと、えっと、y, j, i, ま、1ですから、これイコール、えっと、bi, y, i, i と。ちょっと今、i と j 等しいので、ちょっと今、えっと、ここの j はあの、i だと思って y, i, i と書いてます。という形で、この式ですね、不等式という形で得られたということになって正しいということがわかります。ということで、今、ここに新しく作った点というのが、ちゃんと、はじめの制約に達すということがわかりました。いいですね。で、えっと、二つ目の制約についても同じように、えっと、確認が、 できます。けども、とこれもや,やりましょうかね。ちょっと、あの、もう、補足動画時間があるので、時間があるというか、あんまり時間を気にしなくていいので、えっと、やっちゃいます。で、えっと、どんな感じかというと、えっと、今から示したいのは、えっと、この zj っていうのが、えっと、m,1,y, i ですね。えっと、j, i. こ,こを満たすかどうかってことですね。で、先ほどと同じように、まず i か j と異なるときを言いましょう。で、このときは先ほどと同じように、えっと z, j, i っていうのが0ベクトル。で、えっと y, j, i っていうのが、えっと0となるということなので、えっと、ここは0。ここも0って形で、えっと、この式が、えっと、統合で成り立つということになります。よろしいですかで、えっと、そうすると問題なのは、えっと、i が、j が 等しい時ですけども、この時は、先ほどと同じように、まあえっと、zii と書きましょうね。はじめから。zii は、yi 分の zi。で、えっと、yii が、えっと、1と。となるので、どうなるかというと、えっと、まず、えっと、この左側、こっち側証明しようと思うんで。あ、しょ、こっち、ここって書いてあげませよね。ここですね。このまず、こちら側証明しようと思うんですけども、えっと、zii は、 えっと、yi 分の1かける zi で、zi はそもそも0以上でしたし、yi は、えっと、これも0以上ですね。で、0ではない。て言っていので、これは、えっと、0以上と、ベクトルとして。っていうことがわかります。で、これで、この左側の不等式だいたいことがわかりますと。じゃあ、右側どうでしょうかというと、これも順番にやっていきますと。えっと、zii は、今言った通り、yi 分の 1zi なんですけども、zi 自身は、これを満たすと。 ですね。ってことなので、えっ、ー、と、それを書くと、えっ、ー、と、yi 分の1に対して m、m かける1 y i と、こうなるということですね。はい。で、そこれは、えっ、ー、と、m1 となるんですけども、今、えっ、ー、と、yii は1ですから、これイコール、えっ、ー、と、m1yii となると。という形で、この右側の不等式も成り立つということが分かったと。 ということになります。ということで、まあ、これも成り立つと。で、今、えっと、一つ目と二つ目の式と、えっと、ここの等式と最後のこの yi が、えっと、0以上1以下っていうのを0か1かに変えたものが成り立つことを、えっと、確認しました。あとはこれですね、z i の和が x である。 ということを確認するんですけども、これは、こ、まあ、このところを見てあげれば、出すと、ちょうどこれになるんだってことは分かりますよね。だからこれも成り立つということになって、ちゃんと、えっと、ここに書かれている、あの、新しく作った点っていうのは全部 SP の要素である。えっと、元々の整数計画問題の評価であるということが分かりました。はい。では、あとはですね、それらを使って、この突結合を作りましょう。と先ほど言った通り、えっと、この元々の点 X っていうのが今作った XI。 に、yi という係数をかけて足したもの。y の方もそうである。z の方もそうである。ってことを今から確認していきます。これは、そして先ほど言った通り、これはと、これはと、あの、もともと、え、もともと今作った点の突結合です。ということになることが先ほど言った通りです。で、この3つをですね、今から順番に示していきます。で、えっと、先ほどのこの構成ですね。ちょっとこれはちょっと頭の中でちょっと覚えておくから、ちょっと皆さんあの、横にメモしながら見るっていう必要があるんですけども、ここに、ね、書いておきよかったですね。 これに書いてなかった。これに書いときはあったんですけども、もうちょ書いてないです。で、まあでも、まあ順番にやっていきます。で、まず X の方から。X、で、でえっ、ー、と、もともと、えっ、ー、と、これ、えっ、ー、と、これこっち、えっ、ー、と、そうですいませんね。こっちの右側、右側を変形して左側にするっていうことをやっていきます。はい。それ右側のこ式ですね。で、まずこの XI のところに先ほど作った、えっ、ー、と、式を、これそのまま代入します。ですね。で、これ y や,やこれ消えますから、ZI の和になると。ですね。で、今これ ZI の和なんですけども、 えっと、で、これ、この i は yi が0じゃないところだけで取ってますね。はい。ですが、えっと、これ yi が0の時も、この zi っていうのは、うん、えっと、これ0になります。うん、なぜかっていうと、もともとこの yi とか zi はこの式を満たしているんですけども、この yi が0であると、えっと、このさ、えっと、左側のベクトルが0ベクトルで、右側のベクトルも0ベクトルになるので、zi っていうのが0ベクトルになります。というのが、この、えっと、行政からわかります。ので、ここのその、 zy の和が yi が0じゃないところに制限されているんだけども、それは制限しなくて良いということになります。で、これは、ここの制約ですね、と同じなので、x になるということがわかります。で、これでこの初めの等式、正しいということがわかったということになります。ですかで、同じようなことを順番に y と z に対してもやっていきます。 はい。じゃあ、y について、y のこの難しい方からやっていきますね。で、今、yi っていうのはどのように定義したかというと、えー、っと、これは、えっと、e、ei というベクトル、その、大 i 成分だけが1で、他が0であるベクトルです。ということでした。ですね。で、今、これ ,yi が0じゃないところだけで足してるんですけども、yi が0のところもこう足してあげても、この yi,ei というのが0なので、これ変わらないと、ことになります。ですか。で、これは何かというと、えっと、yi 成分が それいいですね。大 i 成分が1であるベクトルに yi かけているので、このベクトル自体は何かっていうと、どういうベクトルかっていうと、大 i 成分が yi で他が全部0っていうベクトルです。ですね。で、それを全部 i について足し合わせているわけなので、結局それは、えっと、だ第1成分が yi っていうベクトルと、第2成分が y2 っていうベクトルとかって、こういうものを全部ここを足してるわけなので、 ゼロゼロ点点点 YK ですね。こうですね。こういう風になるので、これは、えっ、ー、と、取り物直さず Y になるということになります。よろしいですかちょっとこの I キットかな。いいですかね。って形になります。で、えっ、ー、と、二つ目のか Y の部分もこれで、えー、と分かったということになります。じゃあ、最後、Z の部分になってきます。で、Z のとかでちょっと場合分けがいりまして、えっ、ー、と、ちょっと戻りますね。これですね。これをやるんですけども、これ、えっ、ー、と、この式。 証明したいんですけども、まあ、これ zj、あの z、z が、えっと、z1 から zk までなんですけども、この zj がこうなるってことを言うんですけども、すべての j1 で、ね、この、えっと、yj が、えっと、ロかどうかってことで媒訳します。で、まずですね、じゃ yj がゼロじゃない場合からやっていきます。でそうすると、今、これが、あの、あの、難しい方の式なんですけども、これを読みます。で、そうすると、今ですね、この時ですね、えっと、yj がゼロじゃないので、えっと、この zji、 で、これがですね、何になるのかってことを、えー、と考えると、これがですね、えっ、ー、と、何かっていうと、えっ、ー、と、j が、j が、えっ、ー、と、i が j と等しいときには、zj、あれと、ししえっ、ー、と、yj 分の 1zj なんですけども、その他の、えっ、ー、と、zji のところではこれゼロになります。ちょっとちゃんと書きましょうかね。これはな、これ何だったかというと、これは、えっ、ー、と、yj 分の 1zj になるのが、えっ、ー、と、yi と j が等しいときで、えっ、ー、と、それ以外はゼロ こういうベクトルでした。ので、それをここに入れてるってことになります。で,、ねうんで、えっ、ー、と、ここで yj 消えるので zj が出るということになります。だからまあ、これは簡単な方ですね。で、じゃあ yj が0の時どうなるのか。なると,、えー、と、その時にはですね、ちょっと、えっ、ー、と、今のような変形使えないので、えー、とどうするかっていうと、この式見ますと。この式見ますと。でそうすると今これ zj を考えます。この zj は0以上0以下と。 いう形になるということなので、えっ、ー、と、zj っていうのがゼロベクトになります。ですかね。うん。なので、えっ、ー、と、zj は今ゼロベクトです。で、一方で、こちら側、その難しい式、こっちの方も、えっ、ー、と、ロになりますと。えっ、ー、と、なんでかっていうと、えっ、ー、と、先ほどのような、この、えっ、ー、と、変形をしようと思,思うんですけども、えっ、ー、と、そもそもこれ yj0 なので、こうロになるということになるわけですね。 はい。ってことで、結局、えっと、このレクトルとこの yzj が等しいということになって、えっと、先ほど示したかった式が出てきます。ということで、証明が終わるということになります。はい。で、これによって、あ初めに証明したかった、えっと、sp の、えっと、突方が sr と等しいということが得られたということになります。はい。では、これで証明を終わりまして、補足動画も終わりになります。ありがとうございました。